9日、台湾で行われたプール A キューバ対イタリアは3対6でキューバが敗れましたキューバは延長10回タイブレークの末に接戦を落とし前日オランダ戦に続く連敗です2対2で迎えた10回イタリアはノーアウト3塁からパスカンティーノが中日マルティネスからタイムリーを放って勝ち越しに成功さらにロペスの2点タイムリーも飛び出しこの回4点を勝ち越しました ドジャースでノモ・ヒデオとバッテリーを組んでいたマイク・ティアザ監督が率いるイタリアは初戦を白星で飾りました。